庄司源は、兵庫県神戸市北区出身のプロサッカー選手。J リーグガンバ大阪所属。日本代表。ポジションはディフェンダー。小学生時代にフレスカ神戸でサッカーを本格的に始める。入団当初のポジションはフォワードであった。中学生になるとガンバ大阪ジュニアユースに入団してプレーを続ける。当時のチームメイトに宇佐美貴や大森幸太郎がおり、中学1年時は共に同じピッチに立ってプレーをしていた。中学2年に入る頃に膝を負傷し、満足にプレーできない日々が続いた。中学3年の途中で G 大阪のジュニアユースを退団し、しばらくサッカーをしない空白期間があった。当時 JFA の B 級ライセンス受講者を対象としたインストラクターを務めていた父に、インストラクターのアシスタントとして講習会に参加していた米子北高校サッカー部のコーチの中村慎吾は、進路が決まっていなかった雅子の練習参加を提案。当初雅子自身は高校でサッカーを続ける意思はなかったが、練習参加がきっかけとなり、米子北高校へ進学し、新たなスタートを切った。しかし、大型フォワードとして期待されて入学したものの、満足に試合に出られない日々が続いていた。一年の夏に当時 JFL のガイナーレ鳥取との練習試合で味方 DF が負傷した際に、たまたま監督の真横に座っていた FW の雅子に声がかかった。そして、コートジボワールの世代別代表経験を持つ5歳上の FW コンハメドを相手に堂々とプレーしたため、監督の上司よりセンターバックへのコンバートを命じられ、サッカー選手としての大きな岐路に立つこととなった。雅子は当時の心境について、最初は本当に嫌だった。FW をやらせてくれよとずっと思っていた。でも、監督やコーチからは、絶対に FW 流行らせないと言われて、高校2年に上がるときには、CB を真剣にやらないと、試合に出られなくなると思って、取り組むようになったと述べている。気持ちを切り替えた雅子は、次第にレギュラーとして定着し、経験を積むごとに、CB としての才能を開花させていった。2010年4月、高校3年に上がる頃には U-19 日本代表候補として招集されるまでに成長し、神戸合宿に参加、ヴィッセル神戸との練習試合に出場する。しかし、この試合で目立った活躍を見せられなかった雅子は、代表候補から落選することとなる。挫折を経験して、自身の武器であったフィジカルとキックにさらに磨きをかけるようになり、2011年、柴崎岳、梅葉地紀州、土井清実らと共に、鹿島アントラーズへ入団した。2014年のリーグ戦では、自身初の全試合出場を果たし、J リーグ優秀選手賞を獲得した。2016年12月3日のチャンピオンシップ決勝、浦和レッズ戦では、センターバックとして、守備陣を支えて、優勝に貢献した。開催国代表として挑んだ FIFA、クラブワールドカップでは、ディフェンスの中心としてプレーし、世界2位に貢献した守備力が評価された。2017年4月30日のサガン鳥栖戦で、茨城県立鹿島サッカースタジアムの公式戦、通算800点の得点を決めた。2018年6月に行われたロシア W 杯では、J リーグ組唯一のレギュラーとして活躍し、夏には巨額オファーを受けるも、鹿島で ACL を優勝することを目標にオファーを断った。しかし、7月に左足首を負傷し、約3ヶ月の離脱を余儀なくされた。10月にチームに復帰後は、レギュラーとして試合に出場し、11月には鹿島通算20冠目であり、初のタイトルである AFC チャンピオンズリーグをキャプテンとして優勝。試合後に監督の大岩剛から、お前を主将にしてよかったという言葉をかけられている。2018年12月29日、リーグワン所属のトゥールーズ FC へ完全移籍すると発表された。移籍金は300万ユーロで、獲得には横浜 F マリノス元監督のエリク・モンバエルツの推薦があったと報じられている。2019年1月19日、第21節のニームオリンピック戦で、スタメンでデビューを果たした。加入からシーズン終了までレギュラー CB として出場し、チームの残留に貢献した。しかし、翌シーズンはプレシーズンマッチでハムストリングを負傷、復帰初戦でも右足首負傷で途中交代するなど、怪我に悩まされた。さらに昨シーズンから雅子を起用し続けていた、アラン・カサノバ監督が解任されるなどの影響で、試合には出られない状態が続いた。後に、トゥールーズからの移籍を決断した理由の一つに、足首の負傷の件で現地のメディカルスタッフとコミュニケーションの齟齬があったことを挙げている。2020年2月4日、ガンバ大阪に完全移籍で加入することが発表された。デイリースポーツによれば移籍金は200万ユーロでガンバ大阪とは5年契約を結んだとされている。加入後は負傷により離脱していたが、8月5日のルヴァンカップ GL 第2節の大分トリニータ戦でスタメン出場し、移籍後初出場を果たした。8月8日の J1 第9節の横浜 FC 戦で移籍後リーグ戦初出場を果たすと、リーグ戦18試合に出場し、チームの主力選手として守備を牽引した。2014年10月1日、日本代表に初選出されたが、発表直後の10月5日の J1 第27節、G 大阪戦後に負傷による事態が発表された。その後、2014年内最後の強化試合メンバー発表となった11月5日に代表復帰。2015年3月31日、JAL チャレンジカップのウズベキスタン代表戦で代表デビュー。2016年3月17日、2018FIFA。ワールドカップアジア2次予選の代表発表で復帰。2017年12月12日、AFE-1 フットボールチャンピオンシップ2017の中国代表戦で代表初得点を決めた。2018年6月12日の国際親善試合パラグアイ代表戦で、牧野智章に代わり、スタメンに起用され、勝利に貢献すると、そのまま 2018FIFA ワールドカップ初戦のコロンビア代表戦で W 杯初出場を果たし、アジア勢としてワールドカップ史上初の南米勢に対する勝利に貢献した。レギュラー組唯一の J リーガーとして海外クラブも注目する活躍を見せ、GL 突破に貢献するも決勝トーナメント1回戦で敗れた。フィジカルが強く、足元の技術もしっかりとしたセンターバックでスピードを活かしたカバーリング、ポジショニングに長けたタイプであったが、試合経験を重ねるごとに1対1の強さ、激しさ、泥臭さといった対人守備が大きく向上し、2015年10月31日のナビスコカップ決勝では、相手チームのガンバ大阪 FW のパトリックを空中戦でも地上戦でも封じ込めた。ヘディングも強く、高校時代に当時京都サンガ FC の秋田豊から鹿島の練習参加時には岩政大輝から直接指導を受けた。ロングキックの質も高く、安定したフィード、跳躍力を活かした空中戦の強さ、守備範囲の広さも特徴である。その他国内公式戦その他国際公式戦。ありがとうございます。